ジャンニムナーリは、イタリアメメリアロマーニア州、サスオーロ出身のサッカー選手。パルマカルチョ1913所属。ポジションは MF。大柄なミッドフィールダー。その身長を生かして、セットプレーから得点を奪うこともしばしば。強烈なミドルシュートも持ち味である。US サスオーロカルチョの下部組織で育ち、2001年にデビュー。2003年以降、 ジュリア・ノーバ・カルチョ、US ・トリエスティーナ・カルチョ、エラス・ベローナ FC とセリエ B のクラブを渡り歩き、2006年にセリエ A ・ US ・チッタ・ディ・パレルモに移籍した。しかし、リーグ戦に一試合も出られないまま半年後に US ・レッチェに期限付き移籍した。シーズン終了後も共同保有でレッチェに残ることになり、以後5年間をレッチェで過ごした。 2011年6月に入札によって、パレルモが買い取ったが、契約期間が残り1年間であることも、相まって構想外となった。7月、アッコフ・フィオレンティーナに移籍し、3年契約を結んだ。ものの、2012年1月には、セリエ B の UC サンプドリアへ移籍した。2013年7月、パルマ FC に加入することが発表された。 2014年8月には、ワトフォード FC に期限付き移籍することが、決定し初の国外リーグへの挑戦となった。クラブは、リーグ2位でシーズンを終え、プレミアリーグ昇格を果たした。2015年7月29日、セリエ B に降格した、カリアリカルチョに移籍した。契約期間は1年で、クラブが昇格した場合は加えて1年間契約が自動更新される。 ありがとうございます。